本格的な雪のシーズンに備えて、養父市で除雪作業の出動式が行われました。田島地域は降雪量が多く、国道9号線や北近畿自動車道では、雪のシーズンに24時間体制で除雪や凍結防止などの作業を行っています。除雪作業の出動式は12月上旬から翌年3月下旬の雪害対策期間を前に毎年この時期に行っていて、国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所や除雪を担当する業者などが参加、除雪車などの鍵の受け渡しと運行前の点検が行われ、実際に出動していきました。田島にお越しになられる皆様が快適に通行できるように除雪体制を事前に万全に体制を整えていくと、冬のタイヤとかの備えをしっかりしていただいて、田島の魅力というところを十分に感じていただければと思います。訓練の後には地元の小学生が実際に除雪車に乗り込むなどの見学会も行われました。豊岡河川国道事務所は暖冬傾向であっても集中して雪が降る可能性があるとして、注意しながら対応したいとしています。